日本ハム新庄監督、厳しい巨人、戸郷翔征を打ち崩せずわずか4安打完敗。日本ハムは14日、巨人に2対7で敗れ連勝が2で止まった。試合後の新庄監督は戸郷くん相手にね、5回6点は厳しい、と絶叫。それでも交流戦首位打者に君臨する水谷がこの日も逆方向への一発を放ち、15試合連続安打をマーク。この好調には指揮官も、何なんでしょうねと満面の笑み。あそこへのホームランが増えたら、守るポジションも難しくなってくるんじゃないですか、乗ってますね。3回に追加点を許した万波の落球については、プロなら取らないといけないですね、ただそれだけのことでしょうと厳しい表情。ちょっとこっちもまた引き締めて、気合を入れていかないと。巨人に乗っていかれるんでと15日の次戦を見据え、気持ちを切り替えていた。これにネット上では、水谷選手のようなすごい選手が、ソフトバンクで試合に出れなかったのが不思議。戸郷がすごかった、ロースコアになるかと思ったけども、結果は見事にやられた。まあ、大敗も惜敗も負けは負け、明日から仕切り直しです。今日は水谷選手の15試合連続安打となる本塁打を放ったことや、松郷が今季初の本塁打を戸郷選手から打ったこと。ザバラ投手がエスコン最速を更新してゼロに抑えたことがポジティブ要素でしたね。プロなら取らなければいけない、その通りだよね。上川畑が深追いしたのが原因だけど、万波なら普通に取らないとね。でももっと上の段階まで行ってほしいから、こういうある意味冷たいコメントだったと思うな。明日は必ず挽回してほしい。